オニーク・ビクトリーガスパリアンは、アルメニア共和国の軍人、アルメニア共和国軍トップの参謀総長を務めた。1970年1月6日に、アルメニアソビエト社会主義共和国イジェバンで誕生する。1976年から1985年までイジェバンの第5中等学校、 1985年から1986年までエレバンの第147中等学校で学び、1988年にソビエト連邦軍へ入隊。1991年のアルメニア共和国独立後、1993年にアルメニア共和国軍に入隊し、イジェバンのサロの文献隊でアルメニア本土防衛に参加。 1994年には戦闘行動中に地雷で重傷を負った。1990年代半ばに、ロシア国防省の上級士官訓練課程のビーストレルコースに入校。1998年から2001年には、ロシア連邦軍複合武器アカデミーで学んでいる。2001年から2005年まで、第5万1191部隊使機関、2007年から2008年まで、 第4軍団参謀長兼副司令官を務め、2008年にロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを卒業した。2010年から第3軍団参謀長兼副司令官を務め、2012年4月11日に司令官に承認した。2015年1月21日には少々に昇進し、2016年7月7日に副参謀総長に就任。 2017年6月には陸軍参謀総長に就任し、2019年7月に上級大将に昇進、2020年6月8日にニコル・パシニャン首相の要請によりアルメンサル・キシャン大統領から参謀総長に任命された。6月10日、ダビド・トノヤン国防相は国防省でガスパリアンを紹介した。ガスパリアンが参謀総長に任命された際、 パシニアン首相と同郷であったことから、遠護主義ではないかとの憶測が飛び交った。2020年のナゴルノカラバフをめぐるアゼルバイジャンとの紛争で事実上敗北し国内の政治対立が激化する中、2021年2月25日にガスパリアンは他の軍公官と連名でパシニアン内閣の総辞職を求める声明を発表した。パシニアン首相はこれに反発し、ガスパリアンを 参謀総長から解任しようとしたが、アルメンサルキシャン大統領はこれを認めなかった。その後、政府は、カスパリアンの解任が3月10日付で有効になったと発表した。ありがとうございます。